ちゃんとは CBC テレビで2019年4月1日より毎週月から金曜日の夕方に放送されている中京ローカルの夕方アイドニュース情報番組2006年4月3日から13年にわたって放送されてきた報道番組一方を拡大リニューアルする形でスタートした放送時間3時間超の生放送番組である番組タイトルのちゃんとには 神羅番章ことの本質をちゃんとわかりやすく伝え、地域への応援歌でありたいという思いが込められているという。当番組の開始により、1974年から45年にわたって放送されてきた16時代のドラマアンコールは廃止された。その一方で、13時55分から放送のゴゴスマ、ゴーゴー、スマイル、マイナスと合わせて、在名曲では、初の名古屋発、 約5時間制放送枠が誕生した。同番組のメインキャスターは、全番組の一方に引き続き CBC アナウンサーの大石、国彦が担当。また、元 SKE48 の柴田亜美が地上派の情報番組では、初めてのキャスターとなる。番組内で18時台に放送されている人気の3コーナーが2019年12月11日より、 ギャオで配信されている。2020年3月27日からラシポーで配信されている。2020年3月30日の放送からはサイドテロップを変更。番組開始当初からの1段プラス1段表記を改め2段プラス1段表記になった。2020年4月20日から同年5月15日まで新型コロナウイルス感染症対策で キャスター陣に反省とフィールドキャスターの交代勤務を導入したため、N スタ第ーブを臨時でネット受けし、ローカルパートの放送時間が16時50分19時となっていた。また、その後も不定期で、N スタ第ーブを15時50分16時50分でネットする日も多かった。2021年3月29日より、夏目南をメインキャスターに起用し、 タイトルロゴも一新した。リニューアル後のキャッチコピーはニュース丸ごと自分ごと。大石はアンカーマンとして引き続き出演する。この日から正式に15時50分16時30分ごろに N スタ大霊部の部分ネットを開始した。2021年10月4日より夏目が第2子妊娠に伴う3級、大田も産休に入った。そのため、 産休期間のメインキャスターを柳沢と古川が代行し、気象予報士は桜沢一人の体制となる。柳沢、古川のメインキャスター代行に伴い、従来のサブキャスターをキャスターと名称変更の上、キャスターに枝・長岡、プレゼンターに松本道也が加入。キャスター、中継リポーターで突起がないものは CBC テレビアナウンサー。 2020年4月20日より5月15日まで、新型コロナウイルス感染症対策のため、曲キャスター陣に反省で、各週出演になっていた。は、一方から続投。は、ゴゴスマ、ゴーモー、スマイル、マイナスにも出演。は、ゴゴスマ、ゴーモー、スマイル、マイナスから移動。以下の中から週替わりで1名は金曜日に出演。一部の企画については、重大ニュース。 自然災害の発生などで特別編成を組む場合には放送自体を休止。重大ニュース、自然災害の発生などで特別編成を組む場合には休止。一部の企画については重大ニュース、自然災害の発生などで特別編成を組む場合には放送自体を休止。一部の企画については重大ニュース、自然災害の発生などで特別編成を組む 場合には、放送自体を休止。一部の企画については、重大ニュース、自然災害の発生などで特別編成を組む。場合には、放送自体を休止。ありがとうございます。